皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学校の理科、今回はミドリムシは動物それとも植物というタイトルで、動物の性質、植物の性質、2つの性質を持っている単細胞生物についてお話しします。ミドリムシ、最近はユーグリナという名前で、注目されています。その特徴は、ミドリムシは鞭毛、この尻尾みたいな紐ですね、これによって動き回ります。そして体の中には葉緑体を持っています。つまり動き回るのは動物の性質、葉緑体を持っているのは植物の性質、両方の性質を持っていますね。ですから本では動物でも植物でもないというように説明されている場合が多くあります。では別の視点から見てみましょう。私たちを含む動物は自分で栄養分を作ることができないので、物を食べてね、栄養分を取り込みますね。それに対して植物は自ら光合成で栄養分を作り出します。この食べるという観点から見てみましょう。ミドリムシは動くこと、これはできても物を食べることはできません。物を食べないということは動物ではないと考えられますから、この視点から分類するとミドリムシはこれ植物ね、植物、このように考えることもできますね。では他に動物と植物の性質持っている単細胞生物ないかと思って調べてみました。そしたらありましたね。動物が植物に変わる、こういう単細胞生物があったんですね。実は日本で発見されていたんです。2000年に和歌山県で発見された、なんと学術名がハテナという単細胞生物。ハテナね、わからないんですよね。わからないという意味ですね、ハテナと。こういう単細胞生物、和歌山県で発見されました。最初この単細胞生物動物なんですけれど、特定の藻類ね、水の中で暮らす植物ですね、これを食べるとそれを消化しないで、自分の体内で飼うようになりますね。その藻類食べたら消化しないで自分の体の中でこれ飼っちゃうんですね。そして今度はその藻類が光合成で作る栄養分をもらって生活するようになります。この藻類から栄養分をもらうから、今度は自分で食べる必要がなくなりますよね。そうすると食べるのに必要な口がなくなりました。口がなくなったんですから、今度はこのハテナは物を食べなくて済むわけです。そういう観点からすると、この時点でこのハテナ植物になった、こう考えることができますね。でもこれ単細胞生物ですから、分裂して数が増えていきますね。その分裂して数を増やすとき、藻類は一方にしかね、移ることができないんですよ。つまり分裂したとき、藻類が入ったものと藻類が入っていない2つに分かれるわけです。そうすると藻類を受け継げなかったハテナ、ここにはまた口ができて物を食べるようになるんですね。つまり藻類を受け継げなかったハテナは動物に戻った、こんな風になるんですね。つまりハテナは動物として生きる時期と植物として生きる時期を持つ単細胞生物、不思議な生物ですね。こういう生物なんですね。そして今のところですね、
このハテナのような生物は他にまだ世界で見つかっていないそうです。今回は植物の性質、動物の性質を持つ単細胞生物、これについて説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。